まずは、ダウンロードしておいたツールをインストールしましょう。ツールのインストールは、ファイルをリノイズの画面上にドラッグ&ドロップするだけです。Yes と OK を押せばインストール完了です。ツールズメニューからツールブラウザを開けば、インストール済みのツールが確認できます。では、サンプラー画面を開きましょう。今回は、ゼロからサンプルを作るので、この「クリエイト」というボタンを押してください。この「ナンバー・オブ・サンプルズ」という欄で、サンプルの長さを設定するのですが、今回は、674という数値を使ってみてください。むなしと覚えておくといいでしょう。この数値の理由は後で説明しますね。これで長さだけを設定した無音サンプルができました。この辺りで右クリックメニューを開いて、プロセスという項目の上の方にあるセレクションシェイパー解をクリックするとツールが起動します。このツールは非常に多機能なんですが、今回はこの辺りの波形生成機能を使います。これは見ればわかると思いますが、ボタンを押せば波形が生成されます。サイン波、ノコギリ波、矩形波、三角波です。下の部分ではノイズ波形も作れます。ホワイトノイズ、ブラウンノイズ、バイオレットノイズです。ノイズに関しては、少なくとも1万ぐらいの長さにしないと、ノイズらしい音にはなりません。今回は、この基本波形だけを使います。では、先ほど、なぜ674という長さを設定したかと言いますと、基本波形を生成したときに、チューニングがぴったり合う長さだからです。例えば、波形のサイクルを4にしてみても、このように、チューニングが最初から合っています。なぜこうなるのか、私にも説明できませんが、便利なので覚えておくといいでしょう。では次に、波形を合成してみましょう。先ほど、クリエイトだったボタンが、アジャストという表示に変わっていますので、そこをクリックします。ここで、この波形をステレオファイルに変換します。この波形の中心線より下の部分をダブルクリックすると、R チャンネルだけを選択できます。同様に、中心線より上をダブルクリックすると、L チャンネルだけを選択できます。これで、L チャンネルだけに矩形波を生成しましょう。L が矩形波、R がサイン波のステレオファイルになりました。そして、再びアジャストパネルを開き、今度はモノミックスを選んで L と R を合成します。
度やりますね。ファイルをステレオ化して、片方のチャンネルだけを選択し、今度は16サイクルのノコギリ派にしてみましょうか。アジャストパネルを開き、モノミックスで L と R を合成。さて、この部分で右クリックメニューを開き、デュプリケートを選びます。これでサンプルが複製されます。もう一度デュプリケートで複製します。同じサンプルが3つ重なって音量が大きすぎるので、コントロールキーを押しながら3つとも選択し、ここでボリュームを下げましょう。マイナス10ぐらいにしましょうか。そして、2つ目と3つ目のサンプルに少しだけ変化をつけましょう。2つ目のサンプルのファインチューンという値を10に変えてみます。少し音が揺らいでいるのがわかりますか？3つ目のサンプルのファインチューンはマイナス10に変えましょう。あとは左右の広がりも欲しいですね。2つ目のパンニングを 50R にします。3つ目のパンニングは 50L にします。次にモジュレーション画面を開きます。 AHDSR デバイスを使って音量に時間的変化を与えます。さらに LFO デバイスでビブラート的な揺らぎを加えます。さらにフェーダーデバイスでだんだん音が小さくなるようにします。最後にエフェクト画面を開きます。ここでは好きなエフェクターを設定できます。 VST プラグインも選べますよ。